変長らくお待たせしております。永井真理子もようこそ一緒にハマりませんか。ただいまより第40回の放送開始に先立ちまして、スターティングメンバーをお知らせいたします。永井真理子です。1番 MC 永井、2番プロ野球チップス。なお、この番組のスタッフはディレクター以上の1人により行われます。お待たせしました、永井真理子のようこそ一緒にハマりませんか。放送開始でございます。永井真理子です。永井真理子です。皆さんお元気ですか。永井真理子です。はい、 ありがとうございます。ありがとうございます。番組開始時刻は20時2分、永井のホームグラウンド永井スタジアムへようこそ。はい、早速ですが番組の感想はハッシュタグ永スタをつけて投稿してください。前半のみ YouTube からも放送しております。生放送以外にもやたらといろいろあるよ。というわけでね、まずはい、コメントに初めてレイの試合を見たって人がいましたとのことで、え、マジでハマスタかな、どこで見たんだろう、ありがとう。え、ベイスターズファンかしら、おめでとう。怒らないで、怒ってないよ。さっきのはあの某 S 本さんと某八巻さんのあのモノマネだからね。そうだね、ハマスタ楽しい。ハマスタいたのかな。あ、ハマスタで見たの。ベイファンになった、嬉しい、おめでとう。いいね、自分で自分の真似してもね。なんか今日はあのなんかちょっとうるさいね、うるさい人がいるんです、ここに。あのカンペ、うるさいカンペがいるんですけど、にぎやかなカンペって言おう。早速いきますね、本題見て。ラッキーカード、みんな見たことある？ラッキーカード。いや、私も実はね、そんな見たことないんですよ、ラッキーカード。ほら、え、すごくない？見て、ここ使用済み。せめてさ、せめて長スタが始まるまではさ、そのままで撮っといてよ。え、期限とかあった？来年1月まで待てや。もうちょっと待てたでしょ。ひどくない？見てほら。でもまあね、本物見れたからよかった。永井さんが開けたのでしょ。永井さんが開けたわけじゃねえだろうが、どう見たってよ。開けてたらこんな態度取らんから、マジで。ねえ、なんかそう、きっとね、ワクテカライブのことが大好きっていう人は知ってますよね、このいきさつ。なんかトゲガールさんというね、番組がございまして、そちらで S 本さんがなんかなぜかプロ野球チップスを開封するというね、なぜかそういうくだりがありまして、で、なんかなぜかそこでいいカードばかり引き上がりまして、こうなっております。はい、マジかよ、エリチひどいよ。エリチじゃないんだな、残念ながら。そういうと思って今回は特別にな、もちろん、あら、ちょっとじゃあいいですか、皆様あるらしいんで、あ、え、嬉しい、わー、みんな見てほら、プロチー。もうちょっとやり終わったよな、特艦工事すぎる、マジ。さっき止めたんかっていうぐらい特急呪物封印されてるからやべえよな、本当に。 ありがとうございます。しっかりね、カッターまで用意していただいて。はー、なんすかこれ、逆に開けづらい。はい、あ、閉じろと。あ、すごい、もうめっちゃ注文してくる、このよいしょっと。じゃあちょっとね、あ、はい、手元気をつけて、そういう優しさはあるんだな、なんなんだ。じゃあちょっとみんな開けてくよ。いや、何が出るかな、よいしょ。ちょっと待って、頑丈すぎない？そんな開けないって、よいしょ。あ、レアカード、レアカード、レアカード当てたいな。まあ強いて言えば欲言わないから、牧秀悟のレアカードは欲しいよね。ここ来て大丈夫かな、空間に余裕がある。なんで知ってるんですか。なんで知ってるんですか、空間に余裕がある、どういうことかな。
意外と開かないな、ちょっと待ってね、よいしょ。こんなにさ、がっつりさ、止める必要あった？開かねえし。ちゃんと入ってるけど赤い。あれ？スペシャルボックスって青くなかったっけ？あとなんか5個しか入ってない。あれ80連無料じゃなかったでしたっけこれ。開けていきましょうか。はい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 。じゃあまずね、これこちらからいきましょうか。あ、ありがとうございます。わーい、あずまーす。よし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 。まあここで引くのが長いですから、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、空じゃなかった。ちゃんとカードは入ってそう。じゃあいくよ。こっち裏かな。スイッ、はい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 。パリーグですね。今宮さんと平野さん、41と32。残念ながら背ではありませんでした。まだ出てない。あ、まあ、なんなら私あの長スタでプロ野球チップスはけど今回は初なんですけど、今年まだまだまだ出てない。あ、これからですよね。こっからスタートですからね。何言ってんのかな、ちょっと疲れてんのかな、ディレクターが。よいしょよいしょ。じゃあ2枚目ね。みんなはさ、どこの球団の選手のカード欲しい？ちょっと言っといて。いきます。オスナ、ヤクルトのオスナ選手とカープの坂倉選手。7と23。カープちゃんくださいって人がいる。カープ、お、あ、じゃあごめんなさい、あのちょっとあのカープ欲しいって人いたんですけど7出てないので、ごめんなさいね。ちょっとファイリングさせていただきます。7の、ええ、なんでなんで、えツッコミすらさせてもらえない。7、わかる。野球知らないけどスワローズの乙女ゲーム気になってる。あれね、気になるよね。どんな感じなんだろう。ただのプロ野球選手じゃないってことでしょあれ。じゃあ次、おっ、おー、山田哲人、山田哲人、秋広優太、20と21。おー、しかも連番。どっちも20、21。通常カード、通常かぶってる？かぶってるってどういうことかな。私まだ、私まだ6枚しか引いてないんだけど。6枚でかぶるってある？そんなことある？ね、ベイスターズ出ないね。よいしょっと。じゃあ次ね。スイッ！お、なんかいい気配。うわー！これ何カードつったっけ？タイトルホルダー？これ？あ、ほんとだ！ちょっと、ね、4T の4と T の14、カープの島内選手と、あ、千葉ロッテじゃん、うちのマネージャーのグレゴリーポランコ選手。3枚目？3枚のわけないじゃないですか。これ8枚目なんですから。まあ、そうっすね。そう、確かに全部ね、全部向いてからですよね、やっぱね。よし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 。じゃあこれがね、ラストですよ。いきます。ベイ来い、ベイ来ない。中日の石川選手とヤクルトの小川選手、25、29、ね、ベイスターズねえ、わざと29出てない。あ、じゃあ、一応今回出たのが3枚ぐらいですかね。3枚ぐらい。
この被ってるのはどういうことなんですかね。ちょっとマリコちゃんよくわかんないんですけど、マリコちゃんよくわかんない。どういうことかな。見やすいように番号順にしてあります。どういうことですかね。ありすぎありすぎだろ。何枚引いたんだよこれ。おい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 、本当に見やすいじゃねえかええ、かっこいい。うわー、アキ、村上、はめっちゃいいじゃん。細川も入ってる。はえ、めちゃくちゃいいんだけど、どういうこと。え、村上くんのサイン読んじゃん。どうする。ねえ、違う、待て、違う。むく手間が省けましたね。違う違うんだよ、手間じゃないの。むくのが醍醐味なのこれ。はあ、細川の遺跡を知らなかった S さん。え、マジ知らなかったんだ。へえ。マジで、え、あんなに話したのにな細川持ってかれて米騒動が起こってるって。あれ忘れちゃったのかな。え、鈴本って言っちゃった。 S 本さんにバイト代払わないと。バイト代違うよこれ、逆にもらえるやつだよ私が。マキ今日そう登録抹消されたの、怪我でね。マキそうなんです、本当に。アタライは純粋に二軍落ちで、マキは怪我っすね。プロチ風呂できません。プロチ風呂はできません。まだ足りない、風呂にするには。足りないの、まだまだ全然だよ。そんなあなたに、はぁ、ちゃんと用意してありますって。やった、早く持ってまいれ。ええ、あちょっとみんな見てよえ、そういうことだよねこれ多分。ちょっとバイオハザードだぞこれ。おい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 マジかよ、最高じゃねえか。わー、やったー、大量、すげえ。マジマジ、あ、これで全部だ。よし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 、みんな続くよ。よいしょ、やったー。マジ、え、やばい、何年、80連無料。今まで引いたのは鈴本さんのものってことで。あー、ちょっと待って、ちょっと厳選だけさせてもらってもいい。あとベイスターズはやっぱ渡したくないのと、細川くんもちょっとうちのものにしたいなぁと、伊藤由紀はもう、え、レイアウト5種類出てない。でも何が出てないのか知らないんすよ私。宮崎あと何か3文字、東、漢字3文字、エビナ違うか。確かに。ちょっと待って、実はですね、今日もう覚悟を決めておりまして、本日私はプロチを開封できないと思いましてこちら、ドリームオーダー持ってきました。これは S 本さんがくれたすごくない、めっちゃ入ってる。これも後で開封するね。先にプロチ先にここを切っといてね、気持ちよく開封していこうね。いやー、なんでさ、こういうさ、カードゲームとかこう開けるとき楽しいんだろうねなんかめっちゃ焼きそばのいい匂いするさっき食べたやつめっちゃいい匂いする。よいしょ、待って、え、80連ってことはさ、だって5個でしょ。5枚さすがに出るんじゃない、こんなにあったら。
よし、まあなんかもうすでにここでね村上くんが1枚見えてるんだけど、よし、じゃあ行くよ。はい、行きまーす。村上くん、あ、後ろから見た方が早いか。え、種市敦樹選手、千葉ロッテ。あ、神茶谷、神茶谷、神茶谷出ましたよ。しゃー、神ちゃん、神ちゃん、安田久典、千葉ロッテ、西武の平海馬、ソフトバンクの和田剛、楽天の島内、何これ、なんか松田信弘さんの、何これ、何カード、これ L1 って書いてある、レジェンドだ。じゃあ、そうだね、引退の時のやつ。へー、え、鈴本さんはサインレア2枚引きましたよ。なんかさ、なんか今去年の記憶、去年一昨年なんか急に記憶が、あれ、ノムノムのさカード当てたの鈴本じゃなかったっけ。先に当てて、その姿の放送で同じの日ありましたね、ありましたね。じゃあ行きますよ。はい、千葉ロッテ、さっきのだ、ポランコ選手、お、あずま、あずま、うん、2、ちょっと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 、いいんじゃない、私がこれ全部5個埋めちゃうんだから。5個じゃなくて最初から埋めたかったけどねチェックリストカードだ、チェックリストカード、6、ソフトバンク石川選手、ノーヒットノーランを達成した。なるほど、鈴本さんに開封してもらった方がいいのが出るってこと。横浜3点入ったいやでもほら、わかんない、7点取っててもひっくり返る試合ってあるからね。で、やばい、怒られる怒られる、ごめんなさい。ヤクルトの小川さん、楽天の岸さん、おっ横浜 DeNA ベイスターズ、宮崎敏郎、あれ、え、ですよね、出てない、一回待ってね、一回待って、だってさっき宮崎、ルーさん出てないって言いませんでした。ルーさんたらいっぱいあるんだから、まあ一回保留でございますはい、中日の岡林さん、ソフトバンクの近藤さん、はい、あれ、これ1個目、これ1個目、私さっき引いたやつどこやった、2つ目、え、どこやった、これかな、え、違う、まあいいや、え、どこやった、え、消えた消えた、これか、これか、これか、違う、これか、ちょっとここに置いとこう、分かんなくなっちゃうからね。よし、はい、次、オリックス中川選手、中日森下選手、ドラゴン、あ、中日の木下選手、あ、清宮、日ハムの、いいじゃん。阪神タイガース岩崎優選手、チェックリストカード、秋山さん、はい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 。で、ソフトバンクの中村さんで、お、サトテル、え、運いい、運いいの、これやった、運がいいって言われてる、うん、じゃレジェンドちょっとここに置いたで、でもさ、佐野くんは何枚あったっていいから佐野くん引きたいな、キラキラ少ないね、うるせえうるせえな。阪神の大竹選手、中日の島内選手、
阪神の伊藤選手、巨人の秋広選手阪神の青柳選手、青柳ね、はい、オリックスの平野選手、ソフトバンクの中村選手で、オリックスの、森選手。あれ、いや全然来ないって言いますけど、あの 5分の3も引いてるんで、あ引いてないか、5分の2、チェチェチェ、まあこっか、横浜 DeNA ベイスターズ牧秀悟、さっき見たなって思いましたさっき見たなって嬉しい、でも嬉しい、牧は何枚やったっていいんだから。はい、で楽天の小深田さんで、西武の源田さん、あソフトバンクの甲斐さん、この人ね気になってる、西武の殿崎さん、あマー君だ、楽天、中日じゃない広島の床田さんで、楽天の浅村さん、ん、はぁ、サイン書いてある後ろ見てたから気づかなかった、え、さっき中日ファンの人いた、いた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 、やったやった、え、ちょっといいんじゃないのこれ、いいんじゃない、あ、羨ましすぎて泣いてる、あ、泣いちゃってるよ、ほらほら涙拭けよ、ほらよし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 、これこれちょっとありがたいからここに置いとこう、半分開けさせて、半分開けさせて、半分開けさせて、この後に及んでまだ開け、え、こ半分開けさせて、半分ちょっと半分開けさせるね、ではまあその間はちょっと私が行かせてね、はい、ちょっとここがね、ちょっとここがね、はい行きますね、西武の隅田さん、あ、ヤクルトのオスナさん、オスナさんよく見るね、あ、ギータじゃないこれ、ソフトバンク柳田悠岐さんで、千葉ロッテの、山口さん、浅村さんさっきも出たな、楽天の浅村さん、あ、ベイスターズ伊勢ヒロム、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 また返却されたんだけど、ちょっと待って、オリックスの宮城さんで、牧集合、牧集合、牧集合あとあんだろう、もっとあんだろうよ、うんうん、もっとあんだろうがよ、反応がよ、もうちょっとあるだろう、考えたらよ、え、これ見たっけ、これマー君いるから見たかな、あ、見たね、回見たもんな、はいはいはい、じゃあこちらね、返却されたこちらのカード、巨人の門脇選手、阪神の村上頌樹選手、広島の森下選手、阪神の大山選手、あーはいはい、広島の小園海斗選手、巨人の吉川尚輝選手、横浜 DeNA ベイスターズ、サマケータサマケータ、いいんじゃないいいんじゃない、あ、で岡本和真ね、いいじゃん、ちょっとだいぶ揃ってきたよ、ほら今キャプテンがここにいるからね、キャプテン、筒香も入ってたら激アツだったんだけどな、聞きたかったな、あ、あ、戻ってきたチェックが終わりました日ハム田中正義ってめっちゃかっこいい名前だね、田中正義選手、阪神の岩崎選手、巨人の岡本選手、オリックス頓宮さん、あ、阪神のね、この中野拓夢選手、マジですごいよな、本当に、あ、これもタイトルホルダーだ、あ、チェックリストカード、あー、阪神、大山選手、こうした方が見えるかな、みんな、西武の今井選手と、日ハムの万波選手、はあ、ベイスターズ来ないな、これ見たかな、これこれが見てないんだとしたら2個、これね、これ見た気がする、これ見た気がする、ラスト
ここに3枚入ってれば私の勝ちみたいなとこあるよね。よし、いきます。はい、ソフトバンク牧原大成、横浜 DeNA ベイスターズ東克樹。さっき見たの東。あーって言わないでくださいよ東いい選手なんすから、マジで本当に。もう雄大のおかげ。よし、ヤクルトスワローズ小川康弘選手あれ、あれ、横浜 DeNA ベイスターズ宮崎敏郎。またそっちかって言わないでください。プーさんは何人いたっていいんですから本当によ、ヤクルトスワローズ清水昇選手、楽天岡島武郎選手、広島カープ堂林翔太選手、はい、西武ライオンズ中村武也選手。以上。いや、いいんじゃない。牧二人の佐野啓太伊勢、え、めっちゃいい。プーさん2枚、これはなかなかいいんじゃない。これあれ、なってこれ第1弾で、こっちがあれっすよね、スペシャルボックスの第1弾。あ、一緒だっけ。あ、そっか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 、限定が入ってんだ。お、限定全部揃ったっていいんじゃない。あ、サインが欲しすぎるって言ってる方いらっしゃいますね。なんかこれすごいよ、加工もね、花火みたいな加工になってる。ちょっとじゃあ、マキのいいカード持ってたら交換してもいいよいいよ、マキ、マキね、欲しいな。でも結構これはいい感じですよ。ちょっとあの今ね、見えないよね、みんなには。机の上がね、ごちゃごちゃしててね、どう片付けていくか今悩んでんだけど、とりあえず、ベイスターズがプーさんが2人に東と神ちゃん、神ちゃんも初めてだったって確か言ってて、伊勢と佐野啓太と牧秀悟が2枚。うん、いいんじゃない、いいんじゃないかしらね。もうなんか前半が終了の時間なんだけどさ、ちょっとどうしようかな。ベースボールカード6パックプラス1枚特典ついてる、これ。へえ、じゃこれだけいきますか。これ時間かかっちゃう。じゃあ1パックだけ、1パックだけねはい、あ、切ってあげますよ、切ってで差し上げますからね。はい、どうぞ。なっ、1パックだけね、この1パックだけね。プーさん3人。え、ああ、わかりました。じゃこちらも1パックで、皆さんは前半終了です。よし、えいっ、おお、めっちゃ写真いいわ。ちょっと一瞬見ていい。あ、めっちゃなんかやっぱ野球って地球の外でもやるんだね、すごい。あー、でも地球に戻ってきてる。え、どういうことこれ。え、なんかね、すごいぞこれ、初めて見たこのカード。あ、でも残念です、ベイスターズいませんので、いいや、終わりえ、レア特典どこに特典ついてるの。あ、特典ついてた、ちゃっ、ベイスターズじゃないからいいやえ、ちょっと宇宙の気になるよね。なんかね、こちら千葉ロッテかな、あ、千葉ロッテのね、安田久典選手の、なんかね、見える地球じゃない宇宙でやってる重力ってどんな感じなんだろうボールってどう来るんだろうね、打ったらどこまで飛んでっちゃうんだろう。すげえ、なんかちょっと気になる声が上がってるな。じゃあこれ、あの、披露は後半にして、はぁー
ちょっと待ってよ。違う違う、あのさ、本違うって、違うじゃん。運ある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 、運はあるの、運はあるんだけど、今運を横取りされてる状態が今この場で起こっておりまして、あの、あ、まあね、これを買ってくれたのは別、ね、その鈴本さんではあるんですけれども、ちょっとじゃあ皆様、後半に続きます。もし気になる方は後半に、後半でも見に来てください。で、後半ではお便りも紹介していきたいと思います。というわけで前半終了のお時間です。番組公式タグはハッシュタグ長スタです。この後は間もなく浜っ子限定のナイター放送です。ではでは再開までちょっと待っててね。